歴史大好きおじトーク、今回のテーマはですね、はい、日米安全保障条約とまたちょっと硬いネタですけどもですかね、これすいません、あの、はい、歴史としては多分こう扱ってる中ではかなり新しめのネタではあるわけですけども、ね、はい、これなんでこのネタをという、まあ、あのもちろんね、日本の歴史というか日米関係においてものすごくこう基本的な、うんうん、ものなんですけど、まあ、大きい話ですもんね、ニュースなんかをいつ見ててもね、何かこう安全保障と か, なんかどっかで何かあったと、武力を持った何かがあった時とかに必ず出てくるものではあるので、うんうん、そうですね、ある時あの、テレビを見てて、はい、テレビっていうか特撮番組、はい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 、ウルトラマン、まあ、いわゆるウルトラマンとかいわゆるシリーズなんかをたまたま見てた時に、ウルトラマンって他の星から来たんだよなと思って、あ、来てますね、異星人で M78 星雲とかから来てますよで、ウルトラマンは他の星から来て僕らを守ってくれてるじゃないですか、守ってくれてます、で、僕らとしていうか地球人のまあ代表としては、まあ劇中では例えば科学特捜隊、はい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 、ウルトラマンだったら科学特捜隊だとか、ウルトラセブンだったらウルトラ警備隊だとかっていうのがいて、まあ、一応あの自分たちを守ってる体なんだけど、はい、あの主に怪獣や宇宙人にはかなわなくて、あのウルトラマンやウルトラセブンが戦ってくれてますよね、大体ウルトラマンが戦ってます、はいはい、ほぼほぼで、それをサポートするとか、まあまあ、支援するとかね、ぐらいなんだけど、これってなんかあの日米安保みたいじゃねえって思ったのがちょっと今回の、まあ、出発点でありまして、はい、面白い発想です ね, ねえ、なんか急に思ったんですよ、はいはいはい、そういうこと逆に言うと誰も言ってないなみたいな、確かに、はい、でももしかしてあのその、ね、ウルトラマンを考えた人はそこまで考えてたのかな、そうなの、まあ、そこまで、ね、考えはあの考えたんだけど、それを証拠は一切ないですけど、そうです、ね、あのあのウルトラマンなんかはほら割とあの沖縄の脚本家の方なんかがね、何人もいらっしゃるし、そうですね、確かにね、して多分最初の、プロット作りのあたりからきっとスタッフとしてやってたんでしょうけど、感覚的にそういうものが、まあ、知らず知らずのうちに、まあ、入っていたりすることもあるのかなぐらいな、まあ、疑問で、疑問というか想像ですけど、確かにね、反戦ネタみたいなのもね結構ウルトラマンシリーズでありますけど、でそういった時にウルトラシリーズが非常に日本ではポピュラーなその特撮 SF シリーズとしてまあ有名になって、その後の特撮シリーズ、まあ、SF、まあ、日本のシリーズなんかは割とこのスペクトルマンとかもそうですけどピープルですけど、あの 外の星からやってきたヒーローが地球を守ってくれて、地球人はそれをなんか助けたり、なんか仲間になってサポートしたり、まあ、後方から援護したりとかね、そのぐらい人が多いのパターンが多いんじゃないかな。なるほど、確かにね、不思議ですよね、もっと頑張って戦えよって、これアメリカだったら絶対自分で戦ってますわねあ、でもスーパーマンは他の星から来たか、あ、確かに一応ね、そうですねなるほど、まあ、そんなわけで日米安全保障条約、まあ、日米安保について語ろうということなんですけれども、はい、まあ、そもそもあれですよね、皆さんあの誤解しがちなのが、今ある安全保障条約っていうのは1960年に結ばれた新安保条約の後のものなんですよね、はい、要は続いているもの、でもともとの旧安保条約ってもあったわけですよね、ですよね、はい、それがもともとの始まりなわけで、なるほど、それがあの、まあまあ、旧安保条約と逆して言いますけど、はい、正式には、まあ、日本の、方の正式には日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約と、ははは、これが旧安全保障条約の正式名称、はい、はい、でまあ、1951年9月8日、はい、サンフランシスコ講和条約というのがありまして、太平洋戦争の終わりを、はい、の、まあ、総決算みたいな感じで、はいはい、日本が西側の諸国と、うん、主に西側の諸国と講和するよという条約だったわけですけど、多国間条約ですよね、うん、でそれと共に署名されて、うん、この場合は、まあ、日本とアメリカの2国間で署名されたと、うん、これそもそも目的というかは何だったんですかね、うん、はい、でこれはなんですけど、もうすごい簡単に言うと、はい、
日本が戦争に負けて、はい、日本に進駐軍がやってきましたよね、うんうん、まあ、当然戦勝国の軍隊が来たわけですよね、うん、といってもアメリカ軍がまあ主なわけで、まあ、イギリス軍やとかっていうのはまあ言ってみればちょっと来たぐらいで、うん、フランス軍だとかなんかはまあほぼ来てないでしょう。で中国だとかソ連だとかも武漢だとかは来たかもしれないけど、まあ、実際の軍隊としてはまあそんな、大きな部隊なんかは来てないわけですけど、うん、一応外国の軍隊が日本を占領してるっていう体がサンフランシスコ講和条約でもって解消されたことになるわけですね、はいはいはい、なるほどなるほど、要は日本が独立を回復しますからね、はいはいはい、で解消されると日本に外国の軍隊は行っちゃいけないんですよ、ね、なんだけどアメリカは日本に、まあ安全保障のこともあって軍隊を駐留させておきたい。もう朝鮮戦争中ですからね、このサンフランシスコ講和条約というのはね、はい、なるほど。で、その、理由というか保障、法律的な保障として日本に、アメリカの軍隊が駐留することを認めるという文言が入った条約を結ばせたんですね、はい、つまりこう日本が一応、まあ、書面上っていうのかな、独立を回復するにあたって、うん、アメリカ軍が駐留し続けるために、うん、まあ、この安全保障条約というものを結んだということなんですね、はい条約に関しては全文と全5条からなっているということです、ちなみに本来は条約の期限はなく、はい、駐留以外にも援助の可能性には触れてるんだけど、今の安保条約とやっぱ根本的に違うっていうのはなんかこう内乱の規定とかがあったりとか あと防衛義務がないとかそうですよね、うん、まあ一番一番の日米安保で言われるまあ、ところの防衛義務が偏無的だとかそういったことはこの旧条約ではそもそも全くなくて、日本にアメリカ軍がいるその理由としてこの条約があるっていうだけであって、日本が攻撃されようがアメリカが攻撃されようが特にそれについてどうこうしなきゃいけないっていうことは一切書かれてないと。ということで、ちょっと全文読ませていただきたいと思いますが、一部を、はい、日本に独自の防衛力が十分に構築されていないことを認識し、また国連憲章が各国に自衛権を認めていることを認識し、その上で防衛用の暫定措置として日本はアメリカ軍が日本国内に駐留することを希望している、うんぬんという。希望している、はい、まあ、要はこれは言い訳ですよね、完全に。これは完全にいやあいつがやってくるって言うからよってやっちゃってんだよみたいな、そういうやつですわな、はい。そしてこの、まあ、全5条短いんでね、ぜひ皆さんネットで普通に見られますので読んでいただきたいんですけど、第1条に、アメリカ軍の駐留権を与えますよということが書かれていますと、はい、でその中に駐留アメリカ軍は極東アジアの安全に寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの強さなどによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる非常に曖昧な言い方ですけれども、まあ簡単に言えば日本で革命が起こったりした時に、うん、潰せると、これを在日米軍が協力して、潰してくれるよ、はい、潰すよっていうことですかね、というようなことが書かれている、うん、まあこれあれですね、その日本は書面上独立を回復しましたけれども、うん、まあ引き続きアメリカが面倒見るんでよろしくというような、うん、独立してんのっていうまさにそういう内容ですね、独立してるって言えるのっていう、はい、どうですか。ちなみになんかこの、 日米安保じゃなくてサンフランシスコ講和条約の署名って、うん、今でも映像ね残ってて、はい、ニュースでたびたび取り上げられますけど、オペラハウス、ね、うん、でこう割とこうにぎにぎしいところで、うん、各国の代表がパチパチみたいな拍手する中で、うん、吉田茂首相が、まあ、署名をするみたいなことになったんですけど、これ日米安保の署名シーンってないっすよねそれはどうもね、はい、同じ日に行われたのかな、はい、とにかくもう、サンフランシスコの講和条約締結の調印のために行った吉田首相がその後で同じくサンフランシスコの米軍の貸し館用クラブハウスというところに連れて行かれまして、もう基地の中の要は貸し館が酒飲むというね、士官用のクラブハウスですらないという貸し館用ってところが ねまたちょっと、切ないですな。どうもそこで、行われたらしいですね。だから本当に
もう報道陣とかもいないし、写真もないんですか？ないんですよ。はどうか、まあもちろんその通訳だとかそういうぐらいはいたんでしょうけど、この時に講和条件条約の時に一緒に行った政府の要人、他の要人とかも、むしろこの吉田茂はこれはなんか、まあ、不名誉とは言わないけど、そんなに名誉なことじゃないから俺一人で行くみたいなことを言ったらしいですね。で一人でこう調印したと。まあ、吉田茂って人はね、戦中からこういわゆる反戦派というか、そういう気骨こうのある外交官みたいなこととして知られていたので、まあ、ある意味で言うとそのまあ、それこそ警察予備隊の設立とかもそうですけど、結構じくじたる思いがいろいろあったんでしょうね。はい、ちなみになんですけど、この旧安保条約を締結している間、つまり1951年の9月8日から、新安保条約に切り替わる、まあ、に切り替わる1960年の6月までの間に、実はいわゆる外国による武力侵攻とこの規定されている第一条で、これがあったっていうね、まあグレーな、まあ、事態とも言えるんですけど、はい、決して全く平穏なわけではなくて、よくよく考えてみればあったんじゃないか、はい、一番言われてる、一番パッと来るのは韓国による竹島の占領、これ朝鮮戦争中にやられたんですよね。ですね、はい、イスンマンライン、まあ、李承晩ラインっていう、要はその国境線が日本と韓国の国境線ここですよって勝手に向こうが引いて、竹島を武力、まあ、要は実効支配しということですね。これが1952年の1月18日でございます。だからこの事態が起こった時に、まあ、これって結局宣言して即じゃ占領に来たかっていうとそういうわけでもなくて、その後、了解だっていうふうに、ここが自分のとこなんだからここは自分の海は了解だってことにして、日本の漁船をなんか銃撃したりとか、そういうことがバカ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 起こって、そうそう、漁民が結構殺されてたりね、怪我したりしてるんですよね、これ実は40人ぐらい死んでるんですけど、はい、まあ、そういったことが起きて最終的にその今だともう竹島にまあ施設が建ったりとか、人間が常駐したりしてますけど、まあ、そこに行くまでのグレーな状態っていうのは、まあ、じゃあ武力侵攻なのかっていう、ことも言えるし、実際にまあなんかそういうふうに、今韓国がこういうふうに来てますけどアメリカさんお願いしますよっていうふうに言えたとも思えないし、言えたとしてもアメリカがじゃあやっとるわとはも言えないし、まあ、朝鮮戦争で一緒に戦ってるところですね。そうなんですよね。完全にだからこう、イスンマン、李承晩がどさくさに紛れてやったというか、まあもともとね、あんまりこう、評判もよろしくないというか、支持率も低かったんで、そういうようなところも外に目を向けるっていうのもあったんじゃないかなと思いますけどね。まあ、当時要するに日本は占領下で、要は、権利がない、施設権がないということで、施政権がないということで、はい、全くアメリカ軍動くこともなく、このままなあなあにされてしまったと。本当はアメリカとイギリスはろくなことしねえなの一つでございますね。でこれだけじゃないんですよね。このあと、1957年、はいはいはい、結構経ったんですよ。今度はソ連が、はい、国境警備隊が歯舞諸島の定長高地である貝殻島に上陸して実効支配した、まあ、これなんか完全に武装勢力というか国外の武装勢力による侵攻なんじゃないのっていうことですけど、この時もアメリカによる対抗措置はなかった。そうなんですよね。なんか冷戦期の情報とかをちょっとねここ数年追ってるのでいろいろ見てたんですけど、その中でも結構そのソ連の空軍機とやり合ったりみたいなことも実はアメリカがまだ日本がね独立する前とかにも結構ある話なので、バチバチある意味で言うとギリギリのところでバチバチをやってるんですけど、なぜかこの時には全く動いてない。まあね、いきなり取り返しに行くとかいうことはないにしても何らかの対抗措置を取るとか抗議するなりね、というのもどうもなかったっぽいですね。その意味で言うと結局そのアメリカの何だろう利益を害するほどではないってことなんでしょうね竹島にしても、この貝殻島にしても、まさに、まあ、本当にその意味で言うとアメリカ本位の、はいはいはい、条約であったと。
さて、こんな、まあ、旧安全保障条約、うん、まあ言ってみればアメリカが占領し続けますよということを、言ってる、まあ、現状追認みたいな感じのことだったんですけど、これが1960年に新安保条約、まあ、新しい今でいう安全保障条約に切り替わるんですが、ですね、これそもそもなんでこう切り替えようって話になったんですか。これやっぱあの陸奥宗光の不平等条約解消みたいな、そういう感じなんですかね。まあそこに結局なるんでしょうけど、まああの10年、ほぼ10年を経て、はい、この時はですね、岸信介ですね、首相、はい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 、が、岸政権が条約について、まあうん、この旧安保っていうのは何もしなければずっと続くはずだったんで、はい、それを改めようと、でその時に、日本に対するこう防衛の義務をアメリカに負ってもらおうじゃないかと、まあ、考えたんでしょうね、はいはいはい、でそれっていうのは、まあ、アメリカに土地を貸してあの基地を、まあ、与えてるわけなんで、与えっぱなしで何もないっていうよりは、しかもあの憲法によって自前の武力も非常に制限されてるわけですから、特にここだと核戦争っていうね、危機感っていうのはだいぶこう強くなってる頃なの で、 そうです、ね、核の傘っていうことを明確にしておきたいっていうのは当然為政者としてはね、あるんじゃないでしょうか。まあ、そういうような背景でもって、まあ、岸首相を率いる全権委任団が訪米しまして、はい、新安保条約に1月16日に、まあ、調印をしたということで、調印をしたってんですね、はい、あのここまでは別に何かデモが起きたとかはしてないんですよね、はい、ところが、当時の向こうのアイゼンハワー大統領が日本に来る予定の頃までに、はい、まあ、いわゆるその国会で条約を批准したいと、まあ、結ぶだけじゃなくて批准しないと発効しないですもんね、ということでそういう、 こう会議という、まあ、まあ国会を動かし始めたところで、まあ、デモが、はいはいはい、起こるというようなことになったわけですよね、だから調印してきたこと自体とか、あるいは国会の、日程とかに載った頃あたりでは特に誰も何も騒いでなかったと。で実際にこう日程が決まって、批准される日程が5月20日とか出てきたあたりで、それに対して反対運動が非常に起こったと、まあ、いわゆる、安保闘争ですね、はい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 、まあ、60年安保闘争とか言いますけどで結局はですね、まああのまあ、うまいことというか、うん、衆議院では可決成立、まあ、常任条約が承認されたんですけれども、はい、その後結局参議院の承認が得られない、まあ、デモとかも過激化して、され承認がないまま、いわゆるその衆議院の優越ってやつでね、はい、自然承認、自然承認が行われるっていうことになって、6月23日に条約を発効したんですけれども、うん、まあ、結局あのアイゼンハワー大統領の訪日はなくなり、はい、さらにこのまあ混乱を鎮めるような意味もあったんでしょう、岸首相がここで退陣をしたというのがこの新安保条約の一連の流れなんですけれども、ね、はい、大統領が来る前にその向こうのなんか外交筋のね人が来て、その時にその車がで安保反対のデモ隊に囲まれて非常に大変なことになったみたいな事件があって、そのあたりからもう大統領を呼ぶのは危ないということになったんでしょうね。さてではその、まあ、学生を中心とした一大デモが、うん、闘争が行われたこの新安保条約なんですけども、はい、そもそもじゃあこの新安保条約どんな条約なのかということで、確認していきたいと思いますが、まあ、もう一回復習しますと、旧安保条約の名前は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約という名前で、まあ、全文プラス5条からなり、まあ、アメリカ軍が日本に駐留し続けることをまあ正当化するというか、それに理由付けをするというものだったんですが、まずこの新安保条約、これ名前違うんですね、旧安保とね。そうですね、はい、正式名は、はい、日本語だと日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力および安全保障条約。あはは、相互協力が入ったんですね。入ったんですね。はい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 、はい、はい、なるほど。なんかどちらかというとこう、ね、あのよし俺がまだ支配を続けてやんからよろしくっていうところから一応相互協力っていうのがなんかついた感じがね。多少
お前もあのこともねあちゃんと分かってるぞみたいなところが入ったのかな。ううのね、さてこの新条約なんですけど、うん、まあ、一番違うところってどこなんですか。結局今まではアメリカ軍が日本に引き続き居、うん、続けるよ、はい、っていうこと の、まあ、あの法的担保、はい、正当性だけだったんですけど、今度は日本が攻撃された場合にアメリカ軍が、戦いますぜと、はいはいはい、日本を守るためにというふうなことが盛り込まれたと、うんうんうん、はい、ただしそれはこの軍事、同盟的な条約の場合アメリカが攻撃された場合は日本が戦うよっていうふうに普通はあの相互条約だとなるんですけど、この場合はそれがないんですね。だから偏無敵と呼ばれるわけですね。よく偏無敵と言われるのはそこのところですね。ただそれも文章がで言うと非常に分かりにくくて、ちょっと読んでいただけます？はい、第これは5条ですね。はい、いきます。各締約国は、まあ、これ日本とアメリカとですね、はい、日本国の施政の元にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとあります。ね、この後もあるんですけど、その後のことは国連に関することなんで、はい、まあ、いいとして、今のところですよね、はい、この今のところの文章が、いわゆるアメリカは日本を守りますよ、日本を守るけど、日本はアメリカを守んないよっていうのが、ドナルド・トランプ的に言うと、うんうんうん、アメリカが日本を守って戦ってる間に、日本の連中はソニーのテレビでも見てんだろうっていう言われちゃうところですかね。はい、これそれニュアンスとしては日本の領土におけるどちらか一方ですか、要するに在日米軍に対する攻撃も日本に対する攻撃とみなして、はい、まあ、一緒に戦いますよっていうことですよね、はい、うん、でも戦うといってもこれは日本のその領海とか領域の中で戦う場合ってことですよ ね、 すよね、日本国の施政のもとにある領域におけるとありますし、はいはいはい、まあ、加えてその自国の憲法上の規定および手続きに従ってとあるので、うん、要はその日本国憲法の範囲内でしか動けませんよ、うん、まあ、もちろん合衆国憲法もそうでしょうけど、うん、っていうことはもう言っちゃってるんですよね、ここでね、当然憲法の中には、日本 の、 あの 領土領海を出て外国で、うん、あの戦うっていうことは許されてないので、うん、あのどっちにしても攻撃された時にアメリカ軍と一緒になって戦いますよ、うん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 、としか読めないですよね。確かに、うん、加えてこれあれなんですね、その新安保条約っていわゆるあのその後、うん、それこそもう10年ぐらい前ですか、あのやっとこう話題になりますけど、集団的自衛権についての考え方ももうすでにやっぱり含まれていて、この第3条にありますけど、締約国は個別的および相互に協力して継続的かつ効果的な自助および相互援助により武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として維持し発展させると。難しいですな。だから要するに、アメリカの防衛能力向上についてもまあ協力しますよ、まあ、憲法の範囲内ですけどねっていうことになってるので、まあ、いわゆるこれが、集団自衛権にまつわる部分の一つであろうと、うん、ただ憲法の範囲内でねっていう、うん、なんかこれあの流れとしてはいわゆるその NATO の防衛条、うん、とかの条約にも、うん、含まれているような文言だそうで、うん、あその意味ではこう別にいわゆる、まあ、偏無敵偏無敵とは言われますが、うんうん、日本ももともとアメリカに与えられた日本国憲法っていうのの縛りがある中で、はいはい、まあ、ある中だけど、うん、まあ、同じような協力をしようなっていうことにはなってるわけですよね。ですよね。だから、とにかく憲法がまず第一にあって、そうですね、日本国憲法があるんだからそれに逸脱しちゃいけないんで、うんうんうん、そこはもうどの条約の文書に対してもかかってるわけ、くるわけなんで、うんうん、この新日米安保がどうこうっていうよりも、もうこの憲法で規定されてるんだから戦うにしても守るにしても、できることしかできないよと、まあ、言ってるとしか
思えないんですけどね。この、 あの日米安保条約というか、まあ、この日米の条約に反対している人って今でもいるわけじゃないですか、はい、まあ、その方向性2つあって、1つはそのまあ右寄りの方の要はその自主防衛という点で、はい、まあ、その偏無的な防衛協力ではなくて、もうお互いそうにいわゆる軍事同盟転嫁させた方がいい、もしくは日米同盟を破棄して、うん、あの自国で防衛をした方がいいという人もいる一方で、要はそのアメリカの戦争に巻き込まれるという論法をする人も多いじゃないですか、うん、はい、こういったところの人が、まあ、要するに誤解しているところってあるわけですよね、これ日米安保ですよね、うん、だからいわゆるあの60年安保の時には、うん、とにかくその今、出てきたあのアメリカの戦争に巻き込まれるっていう言い方の方がもうものすごくこう声が大きくて、まあ確かにその頃はアメリカはあのベトナムで戦ってた頃でありまして、つまりそのベトナム戦争に日本が参戦する、あるいはまあ巻き込まれるっていう言い方だとどういうことなのかっていうのもありますけど、そのアメリカのベトナム戦争に協力する、その結果ベトナムの人たちを苦しめる、そういったことに加担するなっていうような論法もあって反対してたってことなのかな。そうですね、うん、まあ、それでいうとね、実質朝鮮戦争なんて日本の、ね、はい、舞台に戦ってたようなもんですから、根拠地にして、なんかまあそれはもちろん日本が占領されてる頃だったからどうしようもなかったっていう論法もあるんですけど、なんかね、なかなかこうやっぱり自分たちの言いように解釈して自分たちの言いように反対するってところだと思うんですが、さて、あの冒頭にもちらっとありましたけど、この日米安保、特に新安保条約が結ばれるときには安保闘争と呼ばれる、まあ学生を中心とした一大、反対運動が行われました。これについてちょっと復習をしていきたいと思うんですけれども、はい、一番こう話題として、なんていうか分かりやすい安保闘争の中で分かりやすいのは、うん、安田講堂事件ですね。はい、はい、あれはあの次の、第二次安保闘争の頃にあったもので、第1回の安保闘争のことではないんですよね。あの、うん、そこちょっとあの70年安保の方なので、うん、ちょっと誤解を招きやすいんですけども、この第1次安保闘争でも、うん、まあ、いろんなデモ活動、特に国会前でのデモ活動に参加した人はなんと主催者発表で、まあ、これ昔からそうなのか、主催者発表33万、うん、警視庁発表13万っていう規模だった倍以上に、はい、持ってますか、ね、これの今でもそうです今ではですね、デモの主催者発表と 警察発表にはものすごい乖離がありますですわな。でこの第一次安保闘争のデモではですね、負傷した学生が約400人、逮捕者はなんと200人、警察官も300人負傷したという、まあ一大大荒れでございましたと。はい、これの時とかにですね、まあ、要はなんとかこの60年安保、まあ、闘争がありまして、岸信介内閣、条約を批准することはできたんですけれども、まあ、これはあの混乱を収める意味もあってか、内閣総辞職ということを行いました。でもこれ別にあの自民党政権が継いでたわけじゃないんですね、まあ、批判されてたわけではどうもなかったらしくて、はい、同じ年のに衆議院選挙、第29回衆議院議員選挙があって、はいはい、その時には自民党は大勝してるんですね。だからやっぱ騒いでたのは結局一部で。っていうことですよね。多くの人は極端な話、安保条約、まあ、興味がないのか賛成なのかというようなところだったということなんですね。むしろ、まあ、左翼的な学生運動ですとか、あるいは最後的にそのセクトですとか、はい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 、あるいはまあまあ全学連ですとか、あれですかね、全教頭とかもそうですか、まだなのかな、あとは、そうですね、なんちゃら赤軍とか分徒とか、なんとか派とか、今に残るその中核派だなんだとか、みんなね元ですよね、そういうことね、そういったものの事件とかがその後どんどん明るみに出ていって、まあ一番あれの大きかったのはまあその後の浅間山荘事件とか、はいはいはい、それにつながる三角ベース事件とかでしょうけどね、いわゆる連合赤軍の話ですね、はい、ちょっとそのあたりを追っていきたいと思うんですけれども、まあ、第一次安保闘争では、まあ、一番有名な事件で結構センセーショナルに取り上げられたのが、国会議事堂正門前での、まあ、さっきありました、国会前で正門で要は何十万人か集まったデモの中でですね、機動隊と学生たちが衝突した中で、当時東京大学の学生だった神場美智子
さんが、圧死したっていうのは、まあ、これがセンセーショナルに取り上げて社会問題となりました、まあ、なんですけども、このカンバさんっていうのは、はい、まあ、思いっきりいわゆるその活動家だったんですね、まあ、そうらしい、らしいっていうかもう、事実として、まあ、共産党の党員そうですね、でありなんかその文徒っていう、まあ、その共産党なんとか同盟かに、はい、いたと所属して、まあ、運動に関わってたということで、うん、この時も機動隊に殴り殺されたみたいなね、説が飛んだりしたんですけど、実際には、うん、そういう場面をね、まあ、もちろん記録としてはないですし、うん、実際に見たとですとかその場面 を複数の人が見たとかね、うん、そういうことは誰からも言われてないわけですよね。だから、まあ、悪い言い方悪いですけど気づいたら亡くなってたっていうようなことだったんじゃないですかね、うん、はい、こういう、まあ、社会問題になった60年安保なんですけど、うん、結果としてその安保の新安保条約の批准を阻止することはできませんでしたと、うん、ただ一方で先ほど申し上げた通り岸内閣を退陣に追い込むことはできたんですよね、うんうん、ってこともあってこの大学生中心の反体制運動は、うん、収まるどころか今後も盛り上がり続けるということになります、うんうん、でこの日米安保ってポイントがあって10年で自動更新ってやつがあって、旧安保条約はずっとですよね、でこの新安保条約は10年の更新があって、まあ、要はどっちも言わないと更新されるんだけれども、うん、どっちかが言い出すとやめることができる、うん、はい、ということでやめさせようという運動、うん、はい、これが第二次安保闘争、うん、まあ、よく70年安保って言いますね、はい、まあ、でもこれ正直盛り上がんなかったですよね。そうですね、もうこれも本当にいわゆる一部はい、はい、だからそれがその安田講堂事件、はいはいはい、そうですね、なんですけど、これの場合は本当にその、そこに立てこもった学生に対して最終的には強制的に排除ってことになって、うん、なんか派手な画像としてはこう放水車で、ね、そうですね、安田講堂がパーッとね、あそこが出てきますけど、じゃあその中で何人死んだとかそういうこともないですし、うん、そういったところの 最終的な結末として、ああいう場面があったんだなぐらいにしか、そうですね、うん、実際この安田講堂事件というのは1969年の1月18日19日に行われたものなんですけど、当時いわゆる学生運動ってこの反戦運動だけじゃなくて、うん、学費値上げ反対であるとか、あ、はい、まあ、あと当時よく言われてた学園の民主化、あ、とかね、自治化みたいなやつですね、そうそうそうっていうのの流れの中にいわゆるその本当の左翼活動家が入り込んで大きくなった、はい、闘争が結びついて大きくなったっていうのがあります。ですのでこの、まあ、よく言われるのがこの第二次安保闘争70年安保はまさにベトナムの反戦運動、うん、前にねベトナム戦争の回でお話しましたけど、はい、ベトナムに平和を市民連合でしたっけ、市民運動、まあそんなやつですね、はい、とかともまた結びついてですね、非常に、一部では、まあ、大盛り上がりをするんですけど、うん、まあ、どんどん過激化していくという中で、なんとこの先ほど言ったベヘーレンには後に分かったのが KGB の資金であるとか、そういうのが供給されていたという、まあ、明らかにこれは日本転覆するためのね工作ですね、まあ、そういう工作はねもう常にあるわけですよね、はい、明るみになったことではそういうのがあるんでしょうけど、当然この60年安保の時も、それまで条約がもう、結ばれ署名されてもう国会のスケジュールに上程されてても誰も何も言わなかったのが、時間が経ってこうね、それが日時が迫ってきたところで急になんかマスコミが取り上げたりとかしてっていうのは、そこに当然工作資金とかが流れてるわけですよね。それは別になんか陰謀論とかでも何でもなくて、もう常識そうですねだってそのね、ライバルのっていうか敵国の力を弱めようとするのは当たり前の行動で、まあ、そのうちの一つだったっていうことですからね、むしろだから戦後すぐの頃にソ連とかの工作資金が最初のうちは社会党だとか、はいはいはい、野党の方に流れてたんだけど、全然
効果がなくて、うん、むしろなんか自民党の左派の連中に流した方が効果的だみたいなことになったとか、そういうこともありますわね、聞きますわね。結構いろいろねありますから、特にあの日本はスパイ天国って、まあ、未だに言われるぐらいですから、いろんな活動があったわけですけど、まあ、こうして起こった、まあ、学生運動を中心とした2度の安保闘争なんですけど、結局これってそのいわゆる活動家たちの、うん、力を失わせることにもなったわけなんですよね。うん、でも最終的にはね、やっぱなんていうんですか、大衆の支持を失ったっていうか、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、三角ベース事件だとか、ね、はい、そのなんていうか三条がね、だんだんこう諦めるようになってくるに、マスコミとかでどんどん取り上げられるにつれて、これはついていけんっていうふうにみんな普通になるんですわね。うそうですね。実際この安保闘争の残党、まあ、その活動を続けた連中っていうのは、の中にはですね、東アジア反日武装戦線、企業に対する爆破事件などを仕掛けて、先日、ね、ついこの間ね、ついこの間いわゆる身分をばらして亡くなった霧島ですね、はい、あれなんかが所属していた、あ、軍団ですけど、うん、まあ、その他先ほどもありましたけど、浅間山荘とか、うん、山岳ベース事件を起こした連合赤軍、うん、それから重信房子を率いる日本赤軍、うん、まあ、中東で活動して、うん、テルアビブの乱射事件とか、うん、まあ、起こした人たちも、まあ、その周辺にいましたけど、うん、こういったものが残るだけになったと、うん、まあ、後に例えば成田闘争とか、はいはい、そういったところでもまた話は聞くようになるんですけど、いわゆるその国を挙げての、うん、運動というのは、まあ、これ以降は起きなかったということになります、うん、ですね、はい。さあ、トータルしてこの日米安全保障条約、まあ、今でも続いているものなんですけども、うん、まあ、この、そうですね、良し悪しも含めた部分で日米安保条約とは何なのかというところについてどうでしょうか、うんうん、あ、まあ、さっきも出ましたけど、この安保条約の文面を読んでも、もうごく普通のことしか書いてない。で、なおかつ深読み しても、全然日本の領土領海で敵が攻めてきたら、まあ、うん、日本はアメリカと一緒に戦いますよ、アメリカは日本と一緒に戦いますよとしか解釈できないですね。はい、でもってそこで、偏無性っていうものをよく言われるんですけど、それについてはこの条約よりも、その日本の憲法、ね、日本国憲法があるから、うん、その偏無性が生じてるんだっていうふうにしか改めて、うん、理解で、うん、まあ、できないというか、まあ、そうする理解するしかないなと、うん、だからこれ自体をどうこうっていうなんかものすごい特殊な条約でもないし、うん、全面的な総合軍事条約と読むには非常に範囲を狭、うん、限った条約ですから、ごくごく普通の防衛条約で、そこに日本は日本国、お互いの憲法を尊重しましょう、で日本は日本国憲法で、日本国憲法を読むと日本は軍事文明持っちゃいけないっていうことになって、文面上なってるっていうことなんで、何にしても最終的には日本国憲法に行き着くのかなと。実際どうなんですか、そのアメリカって日本に対して例えば武器を買いもそうですし、いろいろその、まあ、湾岸戦争の時の少佐フラッグじゃないですけれども、なんかいろいろ言ってきてるじゃないですか、はい、でその中で憲法を変えろって圧力ってあるんですかね。一部の勢力では中にはアメリカの日本の憲法をもう変えてもいいんじゃないか、はいはいはい、もうそういう勢力は逆に、ね、日本は核持った方がいいよって言ってくる、そうです、ね、勢力もいるんだけど、そういうのは全くないわけではない、うん、ただやっぱり体制としては日本は現状のままでいいんじゃないのっていうような言い方の方が、まあ、やっぱり体制 だし、その、政治家的にもそうだし、アメリカの国民世論的なところもでもそうなんじゃないですかね。まあ、なんせね、まあ、たった80年前には血みどろの戦いを繰り広げた相手ですし、もしなんか今後何かあったら牙向いてくるかもって思うと、今のまんまぐらいの方がいいのかなって思ってそうですけどね。今のここそれこそ2000年代になってからぐらいの、まあ、世論というかだと、アメリカでもさすがにね、中国のというか脅威っていうのが、ものすごいこう強くなってきていて、それをまあアメリカの国民もだいぶ感じているというところはあるんで、まあ、日本がっていうよりは今はもう中国の方に目が向いているんだと思うんですけど、そこでじゃあ中国がそれこそ、まあ、中国の一番のフロントとしては台湾ですか、はいはいはい、台湾問題、台湾、情勢が
変化したり悪化したり、まあ、もっと言えば武力侵攻っていうことが時代起こった時に、うん、じゃあその隣にある日本をどう使うんですかみたいなことも含めて、うん、アメリカも、の今世論というかそういうものが変化してくるのかなぐらいな、うんうん、ところですかね。実際そのまあね、先ほどから出てますけどその偏無性っていうところに関しても、うん、実際そのアメリカが日本に拠点を持っていて、うん、ある程度の軍隊を置いていてさらにっていうことから考えても、うん、まあ、この新安保条約にありますけど要はその東アジア日本を含む東アジアの安定っていうのがアメリカにとっても得なわけじゃないですか、うん、だから偏無的に見えるかもしれないけど、うん、実際その日本がアメリカ寄りの政権を維持して東アジアの安定を支えている以上それはアメリカにとっても本当は得なことなんだと、まあ、それをあの、ね、あのトランプさんはディールディールっつってすぐ金にしようとするからなんかわけのわかんないことになってるんであって、まあ、本来だからそのそれこそまだこの1960年の段階でこの条約を結ぶでそれをまた更新し続けてるっていうアメリカの思惑っていうのも決して別に損しようと思ってやってるわけじゃないわけだから、まあ、そのあたりはね、なんかこうお互い持ちつ持たれつにちゃんとなってるのかなと思いますけどね。逆に言えばね、土地貸してんだから金払うよって言ってもいいんじゃないかって。はい、でそういった時にじゃあトランプ、氏は、まあ、もし大統領になったらね、じゃあそんなこと言うんだったら俺は出ていくぞって本当に出ていくのっていう、ね、ところも含めて、そこまで行って、初めてディールだろうっていうはいはい、はい、気もしますわね。まあね、あのトランプもあの本人じゃなくて周囲の、ね、コントロールしてるというかあのいろいろ吹き込んでる人間もいるでしょうから、うん、そういったところがどうなるかというところも含めてですけども、はい、まあ、今の、ね、日本の安全保障の根幹である日米安保について語ってきましたが、うん、最後にですねこれあの、はい、ウクライナ情勢にちょっと絡めて、うん、ウクライナって別にアメリカの同盟国でも NATO でもないから攻められたって話があるじゃないですか、はい、このあたりあの日米安保って、うん、中国やロシアを相手にした時にやっぱちゃんと突っかえ棒になってるんですかね。ね、そこがあの、まあ、一番今は重要かなと思うんですけど、もちろんなってはいると思うんですね、うん、まあ、あのロシアもいきなり NATO の加盟国のリトアニアだとか、うん、あんなところには、いきなり攻めてこないのはやったあのそれをやったら NATO の全国、もう敵に回すってことが分かってるわけ で、はい、だから、まあ、NATO に加盟してないウクライナだったらっていうふうに来たところもあるわけで、うん、でこの場合は日本とアメリカがこういう、うん、条約を結んでるから、日本に直接手を出した場合はもちろんアメリカにお敵に回すと、うん、いうことになるっていうのは、まあ、日本地方も分かってるでしょうけど、ただ戦争っていうのはあの、言葉でじゃあ戦争が始まりましたで実際の戦闘も始まりましたよっていうので始まるわけじゃなくてものすごいこうなんかグレーなとこから始まって、ね、あれいつの間にか戦争になっとるやんこれみたいなところの方がむしろ特に今後は多いと思うんですよね。そうですね、だからそのサイバーな攻撃が始まって、何をして何をしてそれこそなんか潜入工作員だとか確かにどこから持ってね敵の攻撃なのかっていうのは分かんなくなってますからね。いきなり中国 の、 あの戦闘機やら爆撃機がやってきて日本の領空に入ってきて爆弾を落とすとかね、そういうのはもう誰が見たってどうかの戦争をかけてるかっていうのは分かるけど、なんか中国の漁船が尖閣諸島にあの漂着しましたとかね、あそうですよね、嵐で漂着したんですよとかね、そこに来ちゃいましたみたいなね、これはどうなのっていうような、そういう判断に難しいところ、あるいは範囲としても難しいところ、まあ尖閣は一応範囲らしいですけど、でも範囲だといってもじゃあ そこに今日みんな漂着してそれを助けに中国の海警局の船が来ましたとか、はい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 、そういうことになった場合にあのどこまで 反撃というか、うん、あのはっさっさと出ていけよみたいなね、そういうことが言えるのかとかそういうことを処せるのかみたいな、そういうのはもうものすごい難しい、まあ、政治的にも難しいことですからね。実際今あの中台の関係も結構緊迫化していて、あの要は中国の領土に近いところにある金門島なんかでは、うん、あの周辺で中国漁船がやたら転覆するみたいな事件が起きていて、うん、まあ、明らかにこう揺さぶりの一環というか、うん、
まあ、あの相手の出方を見るようなところにももう入ってきてるのかなと思うんで、そういう意味でもね、ちょっとこの日米安保をきっかけにやっぱり我々自身も日本をどう守るか、はい、それこそあのウクライナの例でもありましたけど、やっぱり自分らがまず本気で守んないと周りがもう今の時代助けてくれないっていうのもあるんで、そこも含めてちょっと我が国の国民としては考えなきゃいけないのかなと思いますね、うん、ね、あとね、一番あの聞く安全保障っていうのはやったら絶対やり返すぞっていうことですよね。まあそうですよね、確かに確かにお前痛い目見るから来んじゃねえぞっていうことですよねだからこの安保条約ももちろんそういうことを想像はさせるんだけど、はいはい、ものすごいこう平易な言葉で非常に優しく書かれてますけど、はい、別の回でもやりましたが、あの原稿じゃないですけど、はいはい、あの攻めていったらものすごい痛い目にあったっていうようなことが、結局は攻めるのをやめようかなって思わせるわけであって、確かにね、そのための、まあ、一つの手段が日米安全保障条約だよということで、これはあの、はい、いろんな、ね、条約とか、うん、あの憲法もそうですけど、憲法ですら、ね、あの60何条でしたっけ、なんかありますんで大変ですけど、うん、日米安保は読むの簡単ですから、ね、日本語版は、ぜひあの外務省のサイトなりウィキペディアなりで一度目を通してみて、はい、自分なりに考えてほしいなと思います。はい、はい、というわけで日米安全保障条約でございました。ありがとうございました。